昨日夏の高校野球県大会を制して2年連続18回目の甲子園出場を決めた聖光学院、激闘から一夜が明け、伊達市の学校で生徒およそ500人が集まって優勝報告会が開かれました。これほど夏の決勝を終えて歓声が出た台は過去にもなかったので、もう一回ここから力をつけて、特に精神的な力をつけて夏また一緒に頑張っていきたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いします。また選手を代表して高中和樹キャプテンが声援を送ってくれた生徒たちに感謝の気持ちを伝えました。そして去年のベスト4を超える日本一への決意を示しました。またこうして、仲間と、一日でも長く野球をできるっていう権利を、もらえたので、最後の最後まで神社でまたチーム全員で頭になって、甲子園でも、やりきって日本一を取ります。聖光ナインたちは甲子園に向けて今月31日に出発し、来月6日の開幕に備えます。